1857年のメキシコ合衆国連邦憲法は、イグナシオ・コモンコルトが大統領であった、時期のメキシコで起草された自由主義的な憲法である。1857年2月5日に批准され、言論の自由、良心の自由、報道の自由、集会の自由、武装の自由といった個人の権利を確立した。また、奴隷制度、債務者監獄、 死刑などの国刑の廃止を再確認した。この憲法は、連邦制による弱い中央政府を保障するよう、設計され、強い立法府、独立した司法府、独裁を防ぐための弱い行政府を設立した。自由主義の思想によって憲法は、個人の財産を強調し、先住民共同体やカトリック教会による財産所有を抑圧した。 憲法の多くの条文は反カトリック教会的だった。例えば教育の教理からの独立や、教会特権の剥奪、教会財産の強制的な売却などがそうである。保守派は新憲法の制定に強く反対し、メキシコ社会は分裂した。その結果レフォルマ戦争が勃発したが、戦況は自由主義派に有利に運んだ。保守派の政治家は、ハプスブルク家のマクシミリアンを招き、 教会の指示を得てメキシコ大に訂正を開始した。ベニート・フアレスを指導者とする共和派は、アメリカ合衆国に亡命政府を立てた。1867年に、フランス人が追放されて保守派は敗北し、復活した共和制では再び1857年憲法の元で統治された。1857年憲法は1824年。 メキシコ憲法を置き換えるものとして制定され、メキシコ革命により1917年に現行の憲法に置き換えられて廃止された。1855年にアントニオロペスデ・サンタ・アナによる独裁を倒した後、自由主義者は自らのイデオロギーを新法律の形で実現しようとした。フアン・アルバレス大統領は10月16日に議会を召集し、 本部をドローレス・イダルゴにおいて自由主義を実現する新憲法の草案の作成を始めた。翌年、イグナシオ・コモンフォルト大統領のもとで本部はメキシコシティに移された。議会には2つの主要な派閥があった。主要なメンバーは恩憲的自由主義者で1824年メキシコ憲法を多少の変更を加えた上で復活させようと計画した。 それに反対したのが準自由主義者で完全に新しい憲法を作ろうとした。両派の激論は1年以上続いた。コモンフォルト大統領は恩健派に加担し、恩健派側を支持して介入した。行政の反対を受け、かつ少数派であったにもかかわらず、準自由主義派は自らの提案を新憲法に盛り込むことに成功した。それは、 聖職者の共同体による資産の購入の禁止、公職からの聖職者の追放、教会及び軍の特権の廃止、信教の自由である。これらの改革はカトリック教会の利益に反していた。議会の会期中、自由主義者に対する強力な反対派である保守派の支持を得て、サカポアシトラとプエブラで聖職者側の武装放棄が起きた。コモンフォルト大統領は、 連邦軍を派遣して反乱を鎮圧した。憲法は1857年2月5日に交付されたが、教会側は憲法に忠誠を宣誓する者は破門すると脅した。1857年憲法は8章128条から構成され、その内容は1824年憲法と類似していた。両者は共に連邦制と代表共和制が実現され、 メキシコは23の州、一つの直轄地、及び連邦区から構成されるものとした。憲法は各州を政治的に、ムニシピオに分け、ムニシピオの自治を支持した。主要な条文には、以下のものがある。憲法には、上記の人権を保護するための個人の保障と、法的手続きに関する一章が含まれる。これはもともと、ユカタン共和国の憲法で作られたものだった。 1824年憲法では大議員と元老院の両院制を採用していた。1857年憲法では初め元老院を除いて大議員だけの一員制としたが、1875年に元老院が復活した。1824年憲法では19の州が定められたが、1830年にソノラ州とシナロア州が分離した。 コアウイライ・イテハス州からは、テハスが1836年に独立し、残ったコアウイラはヌエボレオン州と併合した。1849年には、メヒコ州、プエブラ州、ミチョアカン州の太平洋岸に新たに、ゲレーロ州が成立した。新憲法はまたサカテカス州から分かれた、アグアスカリエンテス州を公式に認めた。1824年憲法の5つの直轄地のうち、 アルタカリフォルニアとサンタフェデヌエボメヒコは、米国戦争で失われ、コリマとトラスカラは新憲法で州に昇格した。この結果、1857年憲法ではメキシコは23の州、一つの直轄地、及びメキシコシティ連邦区から構成されることになった。1856年12月、ローマ教皇ピウス9世は新憲法を非難し、 フアレス法とレルド法を批判した。1857年3月、大司教ホセラサロデラガルサイベジャステロスは、憲法に忠誠を誓うカトリック教徒は破門すると述べた。法務大臣、エセケル・モンテスは聖座において、国務数機教と会見した。教皇は、フアレス法とレルド法を承認したが、聖職者が政治的権利を得ることができるように要求した。この交渉は、 コモンフォルト大統領の辞任によって中断された。保守派はクーデターを計画した。保守派の将軍フェリックス・マリアス・ロアガは憲法の廃止と新しい議会の召集を求める宅場や綱領を1857年12月17日に交付した。クーデター中に内閣の何人かの大臣が辞任し、国家最高司法裁判所の主席裁判官であったベニート・フアレス。 および、連邦議会議長のイシドロールベラは逮捕された。12月19日、コモンフォルト大統領は、宅や綱領に従った。しかし、ベラクルス州が、保守派から自由主義者側に移ったことは、コモンフォルトにとって打撃になった。コモンフォルトは、やむを得ず、準自由主義者に接近し、フアレスタの政治犯を釈放した。年月日に、 コモンフォルトは大統領を辞任し、2月7日にアメリカ合衆国に亡命した。1月21日に国家最高司法裁判所の主席であるフアレスがメキシコ大統領に就任した。保守派は憲法も自由主義者による政府も認めず、スロアガはメキシコシティに保守派の政府を立て、5つの法を交付して自由主義的改革を廃止した。自由主義者は政府を グアナフアトに移さざるを得なかった。対立する二つの政府は軍事衝突し、レフォルマ戦争と呼ばれる内戦に発達した。自由主義者が戦争に勝利した後、フアレス大統領はベラクルズで制定されたレフォルマ法を1857年憲法に追加した。1861年1月に自由主義者がメキシコシティに戻るまでの内戦の間、 新憲法は実行を伴わなかった。1862年、フランス・メキシコ戦争とそれに続く、メキシコ第二訂正によって憲法は停止された。1867年に自由主義者と共和国軍は訂正を打倒して、共和制を復活させ、1857年憲法を実行に移した。ありがとうございます。